はい。ぬぬむ、町ヶ島の入り口で、ここに、こっから向こうが、なんか、当時、戦争当時、千人の人が、なんか隠れ住んでたとこですね。まあ、主に、怪我した兵隊と、まあ、白梅学隊の人たちが、まあ、看護師として入って隠れてた場所なんですけど、この中に、まあ、千人がいたって、まあ、大まかに地図はこんな感じで、今僕がいるとこはこの辺ですね。洞窟の中に入ってます。当時はここに、千人ほどの人が住んで、結構奥、700メートルとか結構中広くて、まあ、向こうの内釜のとこにも繋がってるらしいんですけど、雨降りの後だから、ちょっと、これは、無理かな。はい。まあ、ガイドの人にも、ここも、今日はここまでっていうのも、雨降ってなかったらもっと奥の方まで行けるんですけど、雨降りの後は、本当は手術室まで行きたかったんですけどね、手術室まで行けないですね。ガイドの人にも止められたんで。残念ですね。まあ、その代わり、民間の人が隠れてたところも、なんか案内してもらえるんで。ただ、この辺に落ちてる瓶とかは、戦後だそうです。まあ、戦後、なんかもう、住居がない人がちょっと使ってる時期があったらしいんですよね。